ルートビヒ・フェルディナント・マリア・カール・ハインリヒ・アーダルベルト、フランツ・フィリップ・アンドレアス・コンスタンティンは、バイエルン王国の王族。バイエルン王子、また結婚を通じて、スペイン王子の称号を有した。医師、美術家、慈善家組織的兵隊の司令官であり、スペイン王国軍軍移相官及び、スペイン王立アカデミー名誉下会を務めた。バイエルン王ルートヒ一世の男アダルベルトと、 スペイン王族のカディスコー、フランシスコ・デ・パウラの娘、アマリア・デル・ピラールの間の長男として、マドリードに生まれた。バイエルン・オーマクシメリアン2世、ギリシャ王ソン1世、バイエルン・摂政王子オジル・イトポルトは、父方の叔父にあたる。ハイデルベルク大学とミュンヘン大学で医学を学び、外科と婦人科の専門医の国家試験に合格した。 1883年から1918年まで、バイエルン王国第18不評連隊及び、プロイセン軍のシレジア第15竜起兵連隊の隊長を務めた。第1次世界大戦では、ミュンヘン中東野戦病院の外科部長を務めている。1883年4月2日、マドリードにおいて、スペイン女王イサベル2世と、その夫音フランシスコ・デアシスの娘で10枚にあたる。 マリアデラパスと結婚した。夫妻は1885年にバイエルに移り、主にニンフェンブルク宮殿に住んだ。夫妻の間には二男一女を設けた。ありがとうございます。